あ、東京大商店、ね、そうですね、東京大商店、東京大商店か、お話をしましょう、はいはい、JRA からはノットゥルの、あ、これか、これですね、はい、JRA からはノットゥルの名称ハリオ、ウシュバテソーロ、湘南なでしこ、サンライズホープ、レッドガランが挑戦します。はい、まあ不動の主役といった感じの馬はいないですけど、まあ面白いメンバーと見せかけて硬いんじゃないかとかね、そのもうどれ勝ったらいいのか本当にこれ悩むところですね。はい、はい、さあちょっとここに置かせてもらいますか、斉藤さんのかぶられますけど、さあでは私からちょい足しキーワードをご紹介したいと思います。あ、東京大商店、はい、はい、お願いします。はい、さあこちらです、はい、前走ちょい負けが強い、うん、そして前走は3レースに限定、うん、そして狙うはオレピン。オレピン、どういうことだ、はい、はい、さあまず前走ちょい負けが強いですが、東京大商店の過去10年の成績を見ますと、前走が1着でこのレースを制した馬は2014年の北高たる前1頭で、うん、2着も1回、3着も3回とあまり好走していません。なるほど、成績がいいのは前走ちょっと負けた馬で、2着だった馬は2勝、2着4回、3着1回、3着だった馬は3勝、3着1回、4着も1、あ、4着も1勝、5着も2勝、6着も1勝となってます。なるほど。まあ、だから掲示板。前走は2着3着だった馬はドスハーツ、リンゾチャンネルと湘南なでしこはカジノコンテですね。またこちらの名称ハリオと6着のサンライズホープです。なるほど。そうですね。まあ、だから掲示板と6着ぐらいまでちょっと見るとちょい負けっていう感じですね。はい、ちょい負けがいいってことね。はい。はい、それでは続いて前走。前走3レースに限定ですが、東京大商店過去10年で馬券圏内に入った30頭の前走を見ますと、5つのレースしか来てません。ダントツはジャパンカップダート、チャンピオンズカップ組で21頭、8勝2着7回3着6回となっています。残りは JBC クラシック、浦和記念、勝島王冠、そして南部杯組です。今回南部杯組と浦和記念組がいないので前走は3レースに絞られます。なるほど。チャンピオンズカップ組がノットゥルのサンライズホープ、レッドガランと、はい、JBC クラシック組が、名称ハリーを、勝島オカン組がゴールドホイヤー、ライトウォーリアー、リンゾーチャンネル、ガジノ本店、宮城ザ王のというところですね、はい、一つ目のちょい負けも加味すると名称ハリーを、サンライズホープ、リンゾーチャンネル、ガジノ本店あたりがまあ狙い目というか、はい、花としてちょっと臭いかなっていうことでしょうかね。そうなんです、はい、そして最後の狙うはオレピンですが、東京大商店はオレンジとピンクボーが強くて、過去20年の枠順別成績を見ると8枠が最多の6勝を挙げていて、2着2回、3着4回と好走しています、はいはい、7枠は勝ち倉は 2位の4勝ですが、2着5回、3着3回で連帯率は1位です。しかも現在6年連続連帯中です。宮城座王をアトミックフォース、レッドガラン、ラッキードリームと、ね、穴だな。そうですね。ということで、信じるか信じないかはファイナルのあなたしないも可愛い、めちゃくちゃ可愛い、こんな可愛い子見たことない、どこにいるんですか、教えてください、ありがとうございます。もう絞り出してますね。すいません。はい、ということで細かいことは気にせずにちょい足ししてみてください。さあでは、東京大商店の展望を伺っていきましょう。まだ時間ありますね。はい、まず展望、あ、展望、予想ね、簡単に予想、あ、簡単にね、はい、はい、東京大商店、はい、まあちょっと東京大商店は僕またねちょっと別仕事あるんで、変えると思いますけどね、うんうん、はい、現時点でのってことですよね、とりあえず。そうだね、はい、はい、それでは、あ、私から出しましょうか。はい、どうぞ。はい、私はもうとりあえず今、さっき、まあこれは買おうかなと思ったのは6番5番の馬タン。でもこれがいくらつくかわからないので、うん、牛馬手ソロすげー人気すると思うんですよ、うん、我々が思ってる以上に。なるほどね。なので、まあちょっとオッズ次第で3着の穴を狙ったりとか、そういうことを考えたいと思いますね。まあ、ちょっと牛馬テソロはもうこの3、4走の最後の足は異常なので、まあ、ちょっとかけてみたいなと思いましたね。ただまあ多いで、あの追い込みが決まるかどうかっていうのはもう本当にあれですけども、頭で買いたい馬はこの馬しかいなかったかですかね、現状は。なるほど。で、まあ名称ハリオはね、まあ、まさに前走、どこでしたっけ、前走は叩きだったと思うので、うん、まあ、帝王賞を勝ってるんでしたっけ、はい、同じ距離で帝王賞を勝ってる馬なんで、はい、まあ、前走がちょっとあれだったね。そうね、うん、この馬との一騎打ちってことでいいかなということです。はい、3着はちょっと分かんない。はい、はい、
それじゃあ僕も行きましょうか、はい、僕はサンライズホープですね、はい、まあこれはみゆき騎手に期待という部分もあるんですけども、はい、やっぱ2走前全く人気なかった中でのミヤコステークスの勝ち方はやっぱ素晴らしかったですし、ちょっとねムラがある馬なんで2桁着順も多かったりするんですけども、はい、前走のね、勝った後のミヤコステークス勝った後のチャンピオンズカップももう最高ね後方から最高峰からいい足で伸びてきて 0.7 秒差ですから、ここでもね最後の差し足が届くんじゃないかなということでね、まあ僕は期待してサンライズホープの単勝優勝、今8倍ですね、はい、はい、まあちょっとね、まあまた傾向を見なきゃいけないですから、うん、前残りなのか 外差しが効くのかどうかね、うん、その辺見ながらちょっとまた明日変えるかもしれませんが、はい、現状こんな感じってとこですよね。そうですね、ここね、はい、はい、です。はい、さあそれでは、うん、ファイナルステックス、まだ、ね、時間あるんです、はい、まだ10分ぐらいあるから、10分もないよ、あと5分しかない。そうですね、5分ですよね、はい、まあ、25分か、はい、ちょい足はもうやりました、告知をしましょうか、告知しましょうか、はい、はい、